とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周回っていきましょう。毎日5、6周。毎日毎日ずっとやってますけども、なかなか出ないね。まあまあ、すぐ出てもね、面白みはないから。まあ、ようやく出て、すごく嬉しいっていう感じで、いければいいかな。はい、とりあえず行きましょう。まあ、一応ね、こう登っていくときにちょっとね、装備を変えたりとかして、で、飽きるのを、なんとか防止してますね。まあまあまあ、全然飽きはしないけど、まだまだね、飽きはまだしないけども、まあ一応のために装備は変えつつやっていってます。はい、クリアで、欲しいものなんだけども、まずバブルバースターは一つ欲しいよね。まあ今結構いいの持ってるんだけども、それのもう一個ランクを上げたやつがもう一つ欲しいところです。で、発光するイカの防具、もしくは影の衣、その二つだね。そして武器で、フロストサイズ、もしくは監修のサイズかな。いやー、監修いらないかな。フロストだね。それを狙ってます。ではクリアしましょう。まあ言ったその4つが欲しいんだけども、1つでも出てきてくれれば嬉しい。まあ全部ユニークではあるね。全部ね、ノーマルの時とかも結構あるんで悪くはない。谷の小玉か。まあとりあえず最初破滅は、これはいらない。で、谷の小玉、クリティカルがついてる。で、谷の小玉も、一応クールダウン編成で使ってみたのよ、一回。このね、複数の標的にヒットするってやつがすごく強いので、やってみたんだけども、これのね、複数の標的にヒットするスキルは、弱いやつだった。強いやつは、画面上見えてると全員に当たるんだけども、これはね、本当にただの、なんだ、長弾スキルだ。1、2体にしか当たんないんで、全然弱かったです。いらない。スポンジ。まあまあ、スポンジが無難じゃない？別に使いはしないけど、これのお供え物はなかなか使えるので、スポンジでいきます。残念、2周目。それでは2周目です。2周目は武器をね、強化してきました。弓は強化してませんけども、まあ森の矢筒でそこそこダメージ与えれるので、いや、そうでもないな。まあいいや。ダメだね、やっぱ近接メインがいいかなと思ったけど、近接は良くない。やっぱここは無難に遠距離系の力を借りていった方が断然早いね。断然違うわ。よし、 OK。 まあとりあえずボスはね、余裕なんで倒しちゃいましょう。あと2週間ぐらいか。2週間もないね。10日ぐらいじゃない？このタワーっていうのも。次はどんなボスになるんでしょうかね。2週目。何が出る？なるほど。なるほどね。はい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 。まあ、これもクールダウンがあるから、クールダウン2でまあまあではあるけども、まあ他が良くないので、まあ使わないね。星夜は、いや微妙か。いらないスキルばっかりついてるね。強打旋風、衝撃波重力、いや本当これはね、全然エンチャが良くない。星なき夜と噛み合わないね。
最後どうだローブは。ああ、うん、まあね。こっちにクールダウンがねついててくれればよかったけども、ついてないね。となると不安定なローブをお供え物にしようか。うん、それでいいね。じゃあこれにしときます。それでは3周目いきましょう。まあ1周目2周目とまあ使えなくはないようなやつが来てるので悪くはないでしょう。うん、ほんと来ないときは全く使えないようなやつがバンバン来るからね。それに比べると今日はまあまあいい方だよ。いい方いい方、まあ、この調子でなんかね最後に一ついいお土産をくれれば嬉しいけどね。どうだろうか。よし、まあとりあえず終わりだ。はい、どうだろう。今回ね、残りチャンス1回でしょ。前半戦でちょっと訳のわからない装備をつけていってみたのよ。やっぱり死ぬね。14回がきつい。うん、14回はねやっぱちゃんとしたものでいかないときついね。なんだ、公開員か。まあ他はまあまあいらないとして、公開員か。まあ一発のダメージは強いけども、そうね、どうだろう。まあ今使ってるのが公開員はマルチショットと浮遊攻撃がついてるやつなんだよね。うん、でもまあ毎回マルチが出るわけじゃないから、そうね、これでもまあいいのかもしれない。テンポセフトと、浮遊攻撃あんまりイマイチだったんだよな。ならもうクリティカルと、なんか重力とかそこら辺を入れてたらいいのかな。まあとりあえずこれはお供え物にもなるし、公開員でいきましょうか。はい、それでは3周終わりました。今日出たやつがこの3つですね。スポンジストライカー、不安定なローブ、公開円のクロスボウ。まあ実際使うかって言われると使いはしないかな。まあ公開員は使うかもしれない。今のよりもいいかな。今装備してるやつよりも。なのでまあ残り2つ、スポンジと不安定はこれはもうお供え物かな。そういう感じでいきます。まあ3周やるけどなかなか出ませんね。まあ3周どころじゃなくて1日本当にね5、6周やってます。いいの出ません。まあそのうちね出ると思うのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。